やる気に元気、たまき。霊感太郎とのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。カバダス秘術別、ブランド志向選手権。ブランドっていうか、老舗っていうか、こう、なんだ、歴史ある、昔からこれ、このお店あるんだよな、みたいな。そういうのが好きっていうか、そういうのを大事にするっていうか。選手権でございます。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法とあと猫チャンネル動画概要欄から飛べます。で、40歳以上の真面目なマッチングサービス待ち得る会員様増えてるのでぜひご活用くださいね。そして願いを叶える手帳、あと意味が書いてあってすぐに占えるタロットカード、はい、あとブレスレット単品販売中です。さて、ブランド志向選手権、なんかブランドって言い方と老舗っていう言い方、ちょっと変わってくるんだけど、ブランドって言うとね、なんか高級品みたいな感じじゃん。ね、高級みたいな。まあ、老舗って言うとまあ別に高級とか関係なく、なんか昔からあるみたいなね。昔からあるっていうことはなんか信頼できるみたいな。まあちょっと似てるようで似てないんだけど、合体させちゃいますけれども、ブランドとか老舗とかそういうのが大事かどうか。結論から言ってですね、こうかなって思うの。こっちに行けば行くほど、8と、1から8を並べてね、こっちに行けば行くほど、ブランドとか老舗を好きっていうか、なんか、例えばあげたりすると喜んだり。もしくは自分が誰かにプレゼントするときにそういうものを選んだり。で、こっちに行けば行くほど、歴史じゃなくて、だからこれは歴史だよね。歴史があるみたいな。歴史じゃなくて、オリジナリティみたいな。うん。なんか変わってる、オリジナル。だから歴史とかどうこう関係なく自分の好みとか、なんか変わってるな、みたいな。面白いな、みたいな。みたいな感じになるんじゃないかなって、なんとなく思いました。8はね、そう、カバダス秘術の説明でブランド好きって言われるんだけど、私8だけど、ブランドの時計とかバッグとか一個も持ったことがなくて、その気持ちがわかんないのよ。ブランドのバッグとかにするとね。バッグは、はてな、私の体験からすると。ただ、それ以外のもの、確かに何、家電製品とか、家電、もしくは、例えば家のメーカーとかさ、なんか車のメーカーとか、車買ったことないけど、あと、何、自分がもらうんじゃなくて、相手への贈り物とか、あとなんだろう、自分は持たないけど、なんか子供に持たせるものとか、それは、確かに、老舗のがいいよねって思う節が多々あって、こういうことかなって思うんですけど、だからブランドのバッグを持ってる、ブランドの時計をしてる、ブランドの服をいつも着てるとか、そういうイメージではなくて、なんかね、そういうのに価値を置くかみたいな。だからバッグ持ってる持ってないじゃなくてさ、なんか昔からある歴史って、があるものが続いてるって、そういうのってやっぱ何らかの意味があって価値があるよねみたいなのに、こう、何、そういうのに大事な重要性を感じるっていうか、意味をそこに見出すみたいなのがこっちなんだと思う。で、こっちは、いや、歴史とか関係ないよね。新しくても面白くって、楽しくって、こう刺激されればいいよねみたいなのが多分こっちなんだと思う。そんな気がする。ええ。どうですかね。で、じゃあ、ここに載ってない人たち。9さんね。9さんは1から8の性質を全部持っているので、9さん、今、あらゆる9さんを脳内に登場させて、今考えてるけど、うん、嫌いじゃないよ。嫌いじゃない。好きだよ。好きだけど、自分で買うかっていうと、あんまり自分で買ってるイメージがない。好きだけど、なんか、うん、こだわりのあるものだけかな。こだわりのある、何この、何
生活の中のこだわりになるジャンルっていうののみかな。で、それを言うと、11、22、33。この方々もね、ちょっとこの方々はちょっと宇宙的な人なので、基本的には、ベースとしてはどちらかというと興味ない。ただし、一回でもハマるとか、その価値が、あ、すごいなって思うと、とことん、沼にはまるみたいな、もう全部それで固めちゃうみたいな。ハマっちゃうと一番沼な感じがする。マスターナンバーさんが。もう全身そのブランドでとか、もう家もなんかめっちゃゴージャスにしちゃってとか、すごいもうこだわりの一品たちで固めるみたいな。とことん沼るのがマスターナンバーさんたちかなって思う。この子よりも何よりも。こんな感じかな。ちょっとシンプルね、これ。ブランド老舗。つまりは、なんだろう。歴史なので、そう。歴史的な、歴史がこう続いて、脈々と続いて、その時代に淘汰されることなく続いてる。それって素晴らしいことだよね。何か意味があるから、すごい何かがあるから、それだけ続いてるんだよね。だから安心できるし、信頼できるし、みたいなのが大事。じゃなくて、歴史とかそういうんじゃなくて、今この瞬間自分が興味がある、変わってる面白いオリジナル、そういうのが価値があるよね、みたいな、こっちかな。真ん中ら辺はもう別にどっちつかずっていうか、両方の良さをあるよね、みたいな。そんな感じかな。確かに言われてみれば、なんか、パッとでの変わってる面白いオリジナリティのあるものより、そうだね、信頼とか安心を取るかもね。どっち取るって言われたら。あと、贈り物。これに結構出るよね。贈り物。何を相手に贈るか。老舗の何か送っておけば間違いはないだろうみたいなのが働くね、私は。うん。そうだね。贈り物って出るよね。そうね。私もなんか職業柄さ、なんかサイン会とかさ、いろいろイベントがあって、ファンのでいてくださる方とね、お会いする機会がちょいちょいあって、いろいろプレゼントをいただいてきたんですけども、もうこんな経験 YouTube 始めてからなんですけど、人生で。そう、プレゼントをこんなになんかいろいろいただくみたいなことを、経験を今してて、いろんな、ほんとそれぞれだなと思って。なんかこういう個性的なプレゼントをね、持ってきてくださる方もいれば、もう、そう、手作りの品のプレゼントもあれば、もうザ・老舗ですみたいなプレゼントもあれば、いや、本当に、こんなにプレゼントを一つあげるみたいな行為にしても、こんなに個性が出るんだみたいなのをね、しみじみ感じてますね。相手をびっくりさせようとか、ね、多分こっちなんだろうね。相手を信頼、安心のもの、をあげよう、多分こっちなんだろうなとか、なんかね、いろいろ考えちゃうよね。皆さんは何をプレゼントしますか、相手に。まあ人によっても違うだろうかさ、けどさ、なんか家族の誕生日プレゼント、恋人への誕生日プレゼントとかさ、記念日のプレゼント、習い事の先生のね、贈り物、お中元、お歳暮とか、ね、結婚式でもあったでしょ、プチギフトとかさ、引き出物とか。なるほど、こっち選んできたわと思ってこっち選んできたなーみたいな、うん、そうだね、間違いのないものみたいな、その辺だと確かにブランド老舗志向かもって思うわ。自分は持たなくても、うん、はい、いかがだったでしょうか。いろいろご意見なりあると思います。
コメントに書いてくださいね。では、じゃんけんいきます。たまきじゃんけん、じゃんけんぽい。パーなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。